新鋭開発は荷扱い業務をはじめ、車両整備、貸し倉庫、海運代理店、物流機器販売、一般貨物自動車運送事業など地域の製造業を支える要として、あらゆる事業を展開しています。では職員が実際にどんな業務を行っているのか、ある1日に密着しました。密着するのは職員として入社し3年目の宮崎さんです。出社して一番初めに行う日課は前日の作業報告のチェック。作業に問題がないかを確認します。先ほどの事務所と同じ敷地内にある現場控室にやってきた宮崎さん。取引先様からの依頼・指示事項を作業者の上長へ申し伝えます。朝一チェックすることによってこの1日の流れとかはつかめれたりするんで。チェックを終えるとまた敷地内を移動する宮崎さん。今度はどこへ行くのでしょうか。お疲れ様です。お疲れ様です。70mm 75です。 75mm、はい、何か棚のようなものを測っているようです。倉庫内の保管量を上げるためにこうやって製品を段積みできないものを高さを高く、無駄な空間をなくすようにするためのものなんですけど。こちらはネステナーと呼ばれる機器。通常は安全を考慮すると3つまでしか積み上げられない製品が、このネステナーを使うことで5つまで積み上げることができ、倉庫のスペースをより効率的に使えるようになります。宮崎さんは現在このネステナーを新たに取引先様の倉庫に導入できないかと考えています。より多くのものをこの倉庫内に保管できることによって外部の負担を少なくできたりするので、はい。事務所に戻った宮崎さん、パソコンに向かって作っているのは先ほど確認をしたネステナーの提案資料です。作業しやすい環境にできると思うんで、それをお客様にご提案させてもらう形ですね。製品によっても高さが違う製品も多いので、それはネステナーの形とか種類とかを使い分けて保管していければなと思ってます。先輩職員にアドバイスをもらいながら資料を作成していきます。午前中の業務を終えて一段落。先輩後輩とコミュニケーションを取りながら情報交換をすることも大切です。昼休みが終わると事務所の会議室からは何か声が聞こえてきます。業務一回お願いします。はい、本日の内搬出荷がチタン289トンプラス機能材23トンで合計313トンです。この日のことだけでなく、業務全体の進捗状況を他の職員に報告し共有します。入社3年目の宮崎さんも先輩職員とともにミーティングに参加し、時にはアドバイスをもらうこともあるといいます。でも結構現場の人とか優しい人ばっかりで、なんかわからないこととかあればすぐ質問して優しく教えてくれたりするんで、でも本当に見かけによらないというか、本当に優しいですね。明るい人たちばっかりで。続いてやってきたのは、まだネステナーを導入していない倉庫です。実際に倉庫で作業をしている方に話を聞き、現場の生の声を取り入れようと考えました。現場に行って初めてわかる悩みや困りごとを吸い上げ、作業者と力を合わせて企画を作り上げることが重要です。さて、提案はうまくいくでしょうか。では、包材用ネステナー見直しのこの資料を使って説明させていただきます。積み替えせずに保管が可能、また逆ネステナーを使用することによりネステナーの削減につながります。宮崎さんの熱意が伝わり、プレゼンは好感触だったようです。はい、お願いします。
このように新たな提案を行うことも職員の重要な業務の一つ。取引先様にとってコスト削減、効率化につながる方法を企画・提案します。この日の業務はこれで終了。よく休み、明日の業務に備えます。お疲れ様です。お疲れ様でした。こうやって人の前で話すのも初めは苦手でしたし、こうやって自らプレゼンして何か資料を作成して提案するっていうのもすごく苦手だったんですけど、この会社入ってからはそういうことも積極的に取り組めるようになりましたし、視野を広げることとかで自分で危険を築いて、それをお客様に提示させてもらうこととかもできるようになってきたんで、その点は成長したかなと思います。わからないことがあればすぐ聞ける環境ですし、先輩方の雰囲気はとてもいいです。とても明るくて、仕事の話ももちろんしますし、まあ、プライベートなことも話せる環境がすごいいいことだと思います。新鋭開発ではこれらの業務を行う従業員が仕事と生活を両立しながら生き生きと業務に取り組める環境づくりを積極的に進めています。家庭との両立もできていますし、福利厚生もあるので仕事しやすい環境ですね。まあ、責任を伴う仕事だと思っているので、一日一日、自覚と責任を持って取り組んでいます。新鋭開発の経営理念は、我々の努力でお客様に感動を与え、仕事を通じて人間としての成長を目指す。それぞれが業務に誇りを持ち、常に豊かな向上心を持つことを大切にしています。会社として感動経営を進めていくとともにですね、互いを認めながらですね、自分の個性を生かしていく会社だと思っております。個性豊かな会社になることがですね、最終的には当社の力になるかと固く信じております。ぜひ当社に入っていただいてですね、活躍していただくことを期待しております。